ライオンズファンの皆様お待たせしました。3連勝のライオンズ、今夜のヒーローインタビュー、決勝のホームを踏みましたエステバン・ヘルマン選手です。8回裏2アウトランナー3塁、好判断でした。You know, that's the way we play the game, so we take any chance to try to score runs. So a game like this, like a very tight, so we have to get it done and hopefully make a good start and we score the run. そうですね、それが常にアグレッシブにベース上では次のベースに狙うというのが僕のプレースタイルなので、こういうゲーム展開で、しっかりと、足で点数が取れてよかったと思います。決勝のホームを踏んだとき、あれヘッドスライディングではなくて足から行きましたよね。Yeah, no, it's a, that's more in home play. Always I go with a head, with an angle head because it's dangerous. So I try to go fast and do my best. あのホームの時はちょっとまあ危ないということもあるので、足から、行くようにしてます。いや、こういう競った中で本当にヘルマン選手の今日素晴らしい足見せてくれました。Thank you. No, that's the way I play the game. So I do that at the beginning, my first day here in Japan. So I show what kind of play, what I can do. So, so far I'm doing well. そうですね。まあ来日1年目で、こうやってライオンズでプレーして、まあファンの皆様にも、僕のこういうプレースタイルというのを見せられて、嬉しく思ってます。そしてヘルマン選手、右腕を見せてもらいたいんですけれども、栗山選手のリストバンドでしょうか、これは。そうです。そうです。栗山選手の思いも背負ってプレーということですね。You know, we miss Kuriyama. I think he's one of the players. He always play hard and he do the best for the team. So I carry his wrist. So always I can remember and play that for him because he be so excited to be in the field right now. そうですね。栗山選手はもうチームにとってとても大事な選手で、いつも 100% の力で、プレーをしてくれているので、まあ、彼がいないというのはチームにとっては痛手なんですけども、まあ、そのリストバンドを、彼の思いを、一緒に、持ちながら、プレーしています。その栗山選手のため、そしてライオンズファンのために残り試合、意気込み聞かせてください。意気込みを聞かせてください。That's a good win. Go home, get the rest. Have a good day off, and see you Tuesday. とても今日はいい勝ちでした。ファンの皆さんも家に帰ってゆっくり休んで、火曜日の試合に備えてください。三安打、そして好走塁がありました。エステバン・ヘルマン選手でした。まあ今ね、あのヘルマンのインタビューでしたけども、今日は。4打席いずれも出塁、3安打猛打賞という、最後は試合を決めるあのランニング好判断、この人のスピードいきましたね。そうですね、アグレッシブなこの選手ですね。まあ、ちょうど栗山の、ね、リストバンドをつけて一緒に戦ってるんだというこの気持ち、栗山のためにも負けられないというその気持ちがチーム全員にあります。まあ、それだけ栗山選手ってなんかすごいんですね、チームにとってね。だからもうヘルマン選手だけ全員ですからね。